はい、こんにちは、116ウィンズです。さて今回はベテラン選手について話していこうかと思いますが、今季はベテラン選手でも結構活躍している選手多いなという印象ですね。ここまで36歳以上の選手が43人プレーした MLB ですが、まあ考えてみれば怪我する前のメッツのマックス・シャーザーのピッチングは全盛期そのもの。本当に年齢による衰えとか来てるのとむしろ疑いたくもなるような内容でしたし、またカージナルスのアダム・ウェインライト、こちらも今年で41歳となるはずなんですが、まだまだエース級、今のペースでいけば今季中の通算200勝到達はまあまず問題ないでしょう。こんな感じでベテラン選手がチームの主力として活躍しているケースが見受けられるわけですが、今回取り上げたいのはとある39歳の選手2人。この2人が今季復活を印象付ける1年をここまで送っていますので、今回はその2選手についてお話していければなと思っています。はい、まず1人目はタイガースのミゲル・カブレラ。カブレラは4月18日に39歳の誕生日を迎えた選手で、今季通算3000本安打も無事達成しましたね。かつては三冠王にも輝いて10年前くらいの MLB 最強打者だったカブレラなわけですが、ただ近年はさすがに年齢による衰えがちょっと隠せなくなってきたと言いましょうか、かつてのようなスラッガーという感じではなくなってしまいました。しかし今季はここまで打率2割9分4厘、長打力はすっかり失われてしまった感じですが、アベレージに関しては2018年2019年並みの水準まで実は戻しているんですよね。ここ2年間は2割5分台に終わったことも踏まえるとなかなかの好成績。もちろん前世紀はパワーだけでなく打率も3割3分、3割4分とか残していた選手ではありますので、それを考えれば2割9分4厘でもちょっと低いなと思ってしまうかもしれませんが、ただよく考えてみてください。今季の MLB ピッチャー有利な環境と言われていて、リーグ全体の打率も歴史的な低さとなっている環境で、MLB ワーストクラスの足の速さで内野安打による上積みを期待できないカブレラが2割9分4厘も打っているわけですよ。それを考えたら結構な高打率なんじゃないかと思うわけです。なんなら今のタイガース打線においてカブレラはなくてはならない存在でしょう。今季のタイガース打線は得点や OPS などが軒並みリーグワーストレベルで、それがオフに結構補強に動きながらもなかなか勝てていないチームの足を引っ張っている感はありますが、そのチームで WRC プラスの順に並べるとご覧の通り、今季タイガースで50打席以上に立った選手の中ではハロルド・カストロ、オースティン・メドーズに次ぐチーム3位の WRC プラス113、まあ、リーグ平均以上の WRC プラスを記録している選手がチームに4人しかいない時点で、タイガース打線の台所事情の苦しさも伝わってはきますが、それにしたってリーグ平均以上の WRC プラスを記録しているあたりからも、カブレラは結構今季頑張っているわけです。で、なんで今季カブレラがこれだけ今のところ高打率を維持できているのかという話なんですが、意外にも例年よりも三振が多めで、かつフォアボールは少なめなので特段ボールを見る目が良くなったわけではなさそう。では何なのかというわけなんですが、 BABIP が3割9分とめちゃめちゃ高い。通算の BABIP が3割4分2厘、昨年が3割5厘なので、やっぱりカブレラにしては高めの BABIP。どうも今季のカブレラは低い打球を狙うアプローチにシフトしたみたいでして、フライの割合が昨年 25.9% だったのが 19.4% に減少、ポップフライの割合も 1.9% と、こちらは2015年以降では最も低くなっています。フライが減った代わりに増えたのがライナー。こちらは昨年の 21.5% から今季 29.1% と7ポイント以上も上昇しているんですよね。そしてこのライナーがおそらくこのカブレラのハイアベレージを支えているのではないかなと思っています。こちら今季 MLB 全体でライナー打った際にヒットとなる確率が高い選手を並べたものになりますが、今季のカブレラはライナー打った際の打率が驚異の8割2分8厘、ルイス・アラエズ、マット・オルソン、ヤディール・ヘルナンデスに次いで実は MLB 4位と、以前のようなパワーがなく、また広いタイガースの本拠地でカブレラが打者としてチームに貢献する術を考えた結果が、この低い打球を増やすアプローチ、ライナーを増やすアプローチだったんでしょうかね。今のところそのアプローチの変化はうまくいっていると言えそうですし、パワーがないならヒットを打って貢献すればいいじゃないとなるバットコントロールもあるのがカブレラのすごいところ。39歳になってもこれが衰えていないのが、やっぱりかつては MLB 最強のバッターとして鳴らしただけあるなという感じですよね。ただ少し気になる点としては、確かに今のところカブレラのライナーはヒットを量産していますが、打球の質を加味した XBA は6割8分5厘と実際の打率よりは少し低めな点。BABIP の高さも示す通り、やっぱり運に恵まれている側面も否定はできませんので、シーズンが進むにつれて揺り戻しが来る懸念はありそう。パワーを捨てたカブレラが今攻撃面で貢献するには、とにかくアベレージの維持が絶対条件ですので、どれだけ今の打率を維持できるかはこの後も注目したいところですね。さてそんなカブレラの元チームメイトであるアストロズのジャスティン・バーランダーも今季復活の1年となってますよね。
バーランダーは2020年の途中にトミー・ジョン手術を受けた関係で昨年全休したわけですが、30代後半でのトミー・ジョン手術もあって、さすがにかつてのサイ・ヤング賞クラスのパフォーマンスを今のバーランダーに期待するのは難しいのではと思われました。ところがどっこい、ここまで9先発で防御率 2.03、 安定感は全く変わっていません。本当にトミー・ジョン手術明けの39歳かよって感じなんですが、手術前と変わっていないのがもうおかしい。どんだけすごいピッチャーなんですかこの人は。トミー・ジョン手術明けのピッチャーはスピードは出ても結構コントロールに苦労する印象もありますが、この人に関してはそんな問題は全くなく、9イニングあたりの四死球 1.6 個、サイ・ヤング賞を取った2019年と同じくらい無駄なランナーを出していません。とにかく手術前と変わっていないことこそが今のバーランダーの強み。アストロズに来てからの彼の投球の軸でもある高めフォーシームの威力も相変わらずです。平均球速は 94.7 マイルと手術前の水準を維持していますし、フォーシームの位置からしてストライクゾーン高めへのコマンドの良さも上々。先ほどフォアボールの少なさについて触れましたが、トミー・ジョン手術後であってもコマンドもいいわけですから、空前と同じように活躍するわけですよね。唯一変わった点を挙げるとすれば、フォーシームのスピン量が2019年と比較して減少し、手術前ほど空振りを奪える球種ではなくなってしまった点なんですが、これはバーランダーがいない間に粘着物質などの規制が本格化した影響でしょうか。とはいえ空振りは奪えなくなったものの、それでもまだフォーシームのスピン量は MLB の平均を上回るものですし、それに支えられてかフォーシームの被打率も1割9分4厘と優秀ですので、それだけ厳しいゾーンに良質なフォーシームを投げていることの証明でもありますかね。フォーシームが以前と変わらず効果を発揮しているのは強みとやはり言えそうです。また今季のバーランダーで面白いのが、2019年猛威を振るったスライダーではなく、カーブがかなり効果的な変化球となっている点です。ベースボールサバントのランバリューによれば、今季のバーランダーのカーブは5点分の失点を防ぐのに寄与したとされ、これは逆に1点分の失点を増やしてしまっているスライダーよりも良いと。確かにスライダーと比較しても WOBA、XWOBA ともによく、カーブの XWOBA1 割7厘は MLB の全てのカーブの中でもトップ3に入るくらいいいボールみたいですが、なんででしょうかね。今季のバーランダーはカーブの横方向の変化が小さくなり、またフォーシームとカーブの回転軸がちょうど真逆の位置にあるようなので、スピンミラーリングがうまくいってバッターからすれば見分けが難しいとかでしょうか。このあたりは分かる方にぜひ教えていただきたいところでありますが、この感じならもっとカーブに頼ってみても面白そうですよね。アストロズは開幕からマカラーズジュニアを書きながらも MLB トップ3のローテーションを誇っているのには、バーランダーのここまでの活躍、今季の復活が非常に大きなものとなっている印象です。という具合にカブレラとバーランダーの活躍を見てきましたが、まずそもそもとしてこの年齢でまだチームに必要な存在であることがすごい。カブレラ全盛期ほどではないにしても、バッティングで再びチームに欠かせない存在となっているのが個人的には嬉しいですし、またバーランダーはこの年齢でまたサイ・ヤング賞を取るつもりなのと思うくらいの圧巻のピッチング。シーズンはまだまだ長いですが、1年を通してベテラン選手、特に今回取り上げたカブレラとバーランダーが活躍する姿見られるといいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。